どうもな。ちゃんと受け取った。使わせてもらおうぜ、おやじ。ほら、これや。ザッ。ねえ、油断は禁物だよ。これで少しはマシか。びっくりした？帝国の死骸研究って結構進んでてね。まあ俺が進めさせたんだけど、ちょっと前までここで死骸作ってたんだよ。何？
ほら王様、頭を使いなさい。ねえ、死骸の元って何か知ってる？なんて、知らないから殺せたんだよね。彼らね、元は人間、動物、自然の生き物たち。病気になったら消えるってなんだよ。君らが目の敵にしてた魔導兵ってさ、ここで生まれた子供たちを犠牲にして作られた。腕に番号をつけられちゃってさ、赤ん坊の頃から管理されてるんだ。かわいそうにね。意志もなく戦って、どっかの王様に切られて死んじゃって。どう？もう魔導兵と戦えなくなっちゃった。よくできたね。あ、そうだ、面白い情報、プロンプト君が。この町の出身だって知ってた？あんなさ、いかにも大男っ子が。意外だね。なんか流行りまくってんじゃん。ねえ、患者はどこ行ったんだ？なんだ、ここ、ここ、何入ってんの？やたら存在感あんな、嫌な感じ。ここが動くのかよ。上とつながんのか。さて、どうなっちゃうかな。侵入者を確認。待機中の魔導兵を起動。なんだ、ムカつくこいつらかよ。わふんのか。仲間はどこだろう。君を置いて逃げちゃったのかな。
罠にかかっちゃったか。頼もしい仲間たちがいなくて辛いな。解除レベルを6に更新しました。レベル6までの扉の開放に有効です。裏切られても落ち込む。お友達だって命が惜しいんだ。痛い？死にそう？ねえ。間違いなく罠の中。大した痛みじゃないだろう。ほら動け。早くしろよ。のんびりしてないでさ。無事だったか。お前らどうやって来た。まずは礼だろ。ああまあ、お前とはぐれた後助けられて無条件でここに。完全に遊ばれてるぜあいつによ。それよりプロンプトを探そう。よかったね、従者たちが戻ってきたんだ。仲間がいるっていいね幸せそうだよ。早くもう一人を助け出せるといいね。
やっぱりそっち行くんだ。なんだ、つまんないな。おい、兵器か。怪我は？手当ての必要は？大丈夫、ノクト、ありがとう。ああ。ねえ、ちょっとは心配してくれた？別に、しねえよ。ん？まだ俺がアーデンだって勘違いしてるんじゃないよね？ちげえよ。本物だったら絶対死なねえと思ってな。うん。俺もノクトに文句言おうと思って。あ、頑張って生きて待ってました。悪かった。大丈夫、気にしてないよ。ノクト、音がする。音？お前の武器が使えなくなる直前、列車でも同じ音が聞こえた。近くに何かあるはずだ。武器が取り戻せるかもしれない。近いぞ。これか。音はこの先からだ。進めないのか？開くよ。魔導兵さん、同じのあったら俺のとかもな。よく見てねえけど。ニフルハイム人なんだ。でもさすがにここで生まれたなんて。だけどみんなを仲間だって友人だって信じてきたから、この先もずっとみんなと一緒に。別に生まれなんてどこでもいいし。これから俺たちを裏切ると言われる方が信じられない。ありがとう。ただ過去は変わらない。一生ついて回れ。ま、そういうのお前が一番気にしてねえけどな。え？元から俺のことを王子扱いもしねえし。ま、確かに王子相手には見えないな。分かったら行くぞ、ルーシスの一般市民。その方がいいんだろ。不満がないなら行こう。成功。動作は停止したようだな。ノクト、力は戻ったか？おい、試してみろ。分かった。
戻ってきたな。一安心だ。行くぞ。さっさと行くぞ。ノクト、指輪したんだね。まあな、武器取られるわ、仲間は誰もいなくなるわ。一人でも戦えんのがいねえとクリスタルも探せねえし、お前ら守ったり助けたりもできねえだろ。晴れてようやく王様か。長かったな。その意味は重いとは思うが、ノクトならやれるはずだ。まあ、武器は取り戻したからな、お前らもちゃんと戦えよ。